皆さんこんにちは。ハロー大家好、我是フリセサちゃん。今日のテーマは超ロングセラー、台湾の万能炊飯器大同電鍋で医療用マスク再生利用。イエーイ、じゃじゃーん。はい、この長年にわたって台湾の方に愛され続けている大同電鍋で、なんとマスクの消毒ができるんです。医療用マスクの生産量から見ると、現在台湾は1人にあたり2週間に9枚配布されており、日本は1週間に1枚もない状況でマスク不足が続いています。マスクが足りない方のため、またマスクがより必要な人へ行き届くように、やっぱりできるだけ節約した方がいいと思うので、今日はその方法をご紹介いたします。この方法は台湾の衛生福利部が認証したものなので、日本の方の参考になったら嬉しいです。方法は至って簡単です。ここに私が1日着用したマスクがあるんですけども、これをこの炊飯器の中に入れて3分加熱します。で、5分間待って計8分で消毒完了です。で、ポイントはこの方法は最大5回まで、あとお水は絶対に入れないことです。今3分の加熱が終わって5分待っているところです。で、ちょっと注意事項なんですけど、台湾の食品薬物管理署によると、汚れや破損がなく、室外または感染リスクの低い場所で使用されたマスクは消毒でき、病院など感染リスクが高かったり、マスクが破れていたり、血液がついてしまった場合はそのマスクを捨てた方が良いとのことです。で、実はこの大同電鍋を使った消毒法は、以前私の別の動画でご紹介した台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンさんが考案したものみたいです。タンさんは3月31日に自宅で簡単に消毒できる方法をツイッターで公開し、さらに4月2日に日本人向けに日本語で説明したバージョンも公開しています。こんにちは、オードリーです。今日は家で簡単にできる皮むしマスクを作ります。では電鍋と使用済みマスク、そして時計を用意します。電鍋の蓋を開けて、マスクを平たく広げて浮き鍋に水を入れずに蓋をします。スイッチを入れて8分待ちます。待ちましょう。取り出して冷やせば再利用可能なマスクの出来上がりです。これで安心して使えますね。ではまた今回。実は私この方法は普通に台湾の記事を見て知ったのですが、このタンさんが考案ということは日本の記事を見てから知りました。また注意を呼びかけているのは、医療用マスクのフィルターは静電処理をした不織布を使っているので、アルコールなどウェットな消毒をすると効果が低下してしまうそうです。自分も前まで濡らしてはいけないことを知らなくて、アルコールで消毒してたんですけどダメだったんですね。乾燥加熱実験では3回から5回まではウイルスろ過機能が99% 以上を維持し続けていて、ほぼ変わりない。遮断率は回数に応じて 1.3 から 14.2% ぐらいダウンするそうです。はい、喋ってるうちに5分以上経過してしまったんですけど、開けてみたいと思います。オープン。お、でも熱そう。ちょっとこれ撮るときには皆さん気をつけてください。ここもかなり熱いので本当に火傷に注意してください。はい、お、あ、ほっかほかのマスクあったかい。やっぱり目だとよくわからないんですけど、ちゃんと認証されている方法なので、明日は安心してこれを使って外に出たいと思います。通常の調理器として使う場合はやっぱり水を入れなきゃいけないので、開けた時に湯気がボーンって出てくるんですけど、今回は水を入れてないので湯気はないです。スイッチを入れて約3分で100度に達したら、またこのスイッチが跳ねるので、それから5分待つことによって十分に殺菌されます。同じ原理であれば他のものでの代用も可能ですし、一般の炊飯器でも OK です。大同電鍋は日本でも売られていて、ご飯だけではなくお魚やお肉など本来の調理器としてもとても万能で、本当に評判通りの名品なので、気になった方はぜひぜひ検索してみてください。
今日ご紹介したこの方法もたったの8分なので、皆さんもぜひご家庭で試してみてはいかがでしょうか。では今日の動画はここまでです。皆さんご視聴ありがとうございました。動画をいいと思ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。他にも Facebook や Instagram で毎日日本語と中国語で、また YouTube とは違った情報をいろいろ発信しているので、そちらの方もフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。